ウムハロー YouTube どうもベテランチーですあの今日はチャンネル登録者が5万人にいったということでまあ軽くちょっと普段と毛色違うんですけどまあお礼を兼ねて YouTube 始めたのが4月の20日とかで本格的に動画撮り始めたのがでそれからまあ40日でまあ5万人っていう結構自分でもびっくりするようなペースで結構登録者が伸びてるんですけど感想とか喋りながら で、まあ、お祝いがてら、ちょっと近所の大学の近くに天ぷら屋さんがあって、結構ミシュランに乗ってるとかで有名な天ぷら屋さんがあって、そこが今コロナであの持ち帰りの天丼をやってるっていうことで、で、4000円の天丼買ってきたんですよ。はい、こちら。これ4000円ってすごくないですか <laughs> これ食べながらね、ちょっと軽く振り返っていきたいなと思います。いや、これめっちゃひ、もう冷えてんのよ。冷え、 冷え、てか、ま、あ冷えるやん。テイクアウトやから。それで四千円取れるっていうその自信、自信がすごいよ食べます。 冷めてる天丼の中では世界で一番うまい味がするかな <laughs>。なんか、結局熱々じゃないから普段食ってる天丼とは別の食いもんなんやけど、冷めてる天丼と思えへんぐらいうまい。な <laughs>。っていう微妙な感想やけど <laughs>。じゃあちょっとお祝いってことで、ビールも。 みたいな色ですドブみたいな色のビールでしたいただきますいただきます焦げ臭い味がします <laughs> 僕普段黒ビールあんま飲まないんでなんかスーパーに置いてる中で一番高いの買ってきたんですけど <laughs> ちょっと、黒ビール慣れしてないんで、ただただ、焦げ臭い味がしますね。まあでも、YouTube、本当に伸びると思ってなくて初めての時は、なんか軽い気持ちで、動画撮ってみようっていう感じで上げただけだったんで、なんか気づいたら、5万人になってたなっていう感じですね。 これは4000 ?4000 円 <laughs> なんかエビとアスパラを食べた段階では別に1500円ぐらいかなと思ったけどこのアナゴは確かに1000円1500円じゃ食えへん味がするなあと YouTube 初めて思ったのは、まあ、コメント俺結構全部読んでてまあみんな多分全部読んでるんちゃうかなと思うんやけど YouTuber の人、まあ、何回やっぱ気になって見ちゃうからさ なんか、こんなに悪口言ってくる人おるんやっていうのと、こんなに文章をまともに書けへん人おるんやっていうのは結構びっくりしたかな。俺結構、なんやろ、図太いっていうか、人に褒められたりけなされたりしてもそんな気にならへんタイプやから、だからあんま一気一遊せずにのびのびやれてるかなっていう感じはあるんやけど、それこそ最近ちょっと話題になったりとかしたけど、ほんまにメンタル弱い人やと、 多分きついんちゃうかななんか多分やむんちゃうかなっていう気はちょっとしたまあだから悪口書くのは全然いいと思うんやけど、まあ、それを相手が一人の人間としてちゃんと見てるっていう覚悟を持って送った方がいいんよなとは思うかなうん、うん、まあでもほんまに YouTube 始めて一番嬉しかったことって何かなあーあのほんまに嬉しいのはその YouTuber になったから普段俺マジでその 理算受験生の一日っていう動画とかでちょいちょい言ってるけど、ネット中毒やから、あの、YouTube ほんまにめっちゃ見てるわけよ。でも、その YouTube 始めたから、他の人の YouTube 見たらさ、やっぱ何が面白いとかさ、何が流行ってるとかがさ、結構トレンド感をつかめるというかさ、絶対自分の YouTube にとってプラスになるやん。だから、こう罪悪感なく勉強やっていうつもりで YouTube を見れるようになったっていうのが、 YouTube の登録者が伸びたことで嬉しいことっていうか、その仕事の一環として YouTube 見れるっていう約束みたいなのが多分でかいかな。結構ほんまに嬉しいと思ってる、それは。だから毎日ほんまに自分の動画も毎日3回ぐらい見てるし、で、だから YouTube 始めてからほんまに普段見えひんようなチャンネルの動画めちゃくちゃ見てるし、それは結構 YouTube 始めてまあ変わったかな。あとまあ地味に嬉しいのは、 あの、YouTube 始める前からの友達とか知り合いとかが、なんか良かったね、みたいな感じで連絡くれたりとか、なんかこう、もともと俺のこと知ってくれてた人が、ベテランチんもともと面白かったもんね、みたいな感じで、まあ友達とか先輩とかが言ってくれるのが結構嬉しいかな。ん何これ何これ ホタテや。<laughs> 口から出して確認してしまった何の天ぷらか分からへんくて。まあ、今後の目標なんやけど、まあ、趣味として YouTube のトップを目指すと。<laughs> ま、それは結構面白いかなと思うから、なんて言うの。し趣味っていう体やのに、YouTube のトップを目指すっていう体でもあるっていう、その矛盾した感じ。 だから積極的に YouTuber らしい企画もどんどんやりたいと思ってるんで、もう全然 YouTube ファンフェストとかもふんどし吐いて出ようと思ってるんで、<laughs> まあそれを目指して頑張っていこうかなと思います、ね、まあ趣味って言ってるんで、まあいろんな経験したいなと思ってて、だから YouTuber がやりそうな企画順番にやっていくっていうのもそうで、それこそルームツアーやってみたりとか、まあ最近やとちょっと炎上商法的なことしてみたりとか、 っていうのは結構いろんな経験ができたらいいなっていうところがあって、まあ、YouTube のこう隅から隅まで味わってみたいみたいな、まあ、だから今後は結構ロケしてみたりとか企画っぽいことしてみたりとかいろいろやっていきたいなと思います、ねまあこんな感じで動画で当てもなくトークするのって多分初めてやと思うんやけど、まあ、普段はライブでこういう話はしてて、まあ、結構ライブ 自分では楽しいなっていうのがあって、これからもどんどんやりたいなと思ってるんで。まあもしこういうの見たいな、こういう動画はもっと見たいなっていう人がいたら、よかったらライブ見に来てもらって。まあ大学の医学部の勉強もそうですし、まあ普段からこうやって読書してるような、まあ自分のしたい勉強をまあちゃんとやりながら今後も YouTube やっていけたらなっていうのが一番の目標というか感想ですかね。まあまた、 まあ、こういう雑談はライブでしかせえへんようにしてるんやけど。もしかしたら、まあ次銀の盾届いたらかな <laughs>。銀の盾届いたらまたこんな感じで YouTube に関してこう適当に雑談するみたいな動画撮ろうかなと思います。あとまあサブチャンもできるだけ早く作ろうかなと思ってるんで。まあ、作れたらまた報告しますね。4000円の天丼食べ終わりました。まあ感想としては、 冷めてる天丼の中ではありえへんぐらいうまいけど、ご飯としてどうやねんって言われたらちょっとわからんっていう感じの味でした。まあというわけで今日は結構緩いですけど <laughs>、いつも動画見てくれてありがとうございますっていうことと、まあこれからも頑張っていくんで、まあ今結構コロナでやっぱ、しんどい人多いと思うんで、退屈な人とか。まあみんなが退屈してる中、俺はこうやって YouTube で退屈せんくて済んでるっていうのはほんまに幸せなことやなと思ってて。 まあもちろんそのプラスなことばっかりじゃないしもちろんめんどくさい時もあるしまあ多少プレッシャーとかまあ悪口言われたりとかもあるけどまあでもトータルで見たらこうやってこう暇をつぶさせてもらえてるしみんなに褒めてもらえてるっていうだけでほんまに幸せやと思ってるんでまあそれを忘れずに<笑><笑>いつになく真面目な内容になったけどまあ今後も自分のペースで伸び伸びやっていけたらなっていうふうに思いますね と、恥ずかしいな <laughs>。まあそんな感じです。じゃあまあ明日ライブで、また次も、今井質問コーナーの動画とか、まあ近いうちに次の動画あげるんで、まあライブも来てほしいですけど、そんな感じでした。では、次の動画でお会いしましょう。バイ。